ははいこんにちは、えー、今受験シーズンじゃないですかで当然ね受験生の中には医学部を合格を、ね、目指して受験勉強頑張ってるあの人たちいっぱいいると思うんですよ高校3年生の子たちとか浪人生の方とかねいっぱいいると思うんですけど、まあ、中には、まあ、東大の医学部を目指してる子たちもい,いると思うんですよね。 でまあ、中には東大目指してるんだけれどそれに見合う実力がなくて、まあ、諦めてそれよりも下のランクの医学部の大学を目指すことかもいるし、まあ、東大以外でも名大目指してるとかね名、まあ、大って名古屋大学ね明大の医学部目指してるんだけれどまあそれに失敗してそれより下の偏差値の 医学部に入るとか、まあ、いろんな人たちがいると思うんですよ。で、そうなるとですね、あ、やっぱり頭の中が、もう自分は絶対東大の医学部に入るんだ。東大医学部以外は大学じゃないんだとかね。あの絶対名大には入るんだって。名大に入らないと自分はダメなんだとかね。まあ、思い込んじゃう人っていると思うんですよ。まあ、ただね、そうやって自分を追い込む気持ちっていうのも人によってはすごく大事だと思うんですよ。やっぱり自分をね。 追い込んで追い込んで、まあ、それによってそれをプラスのエネルギーに変えてより一層勉強していい大学あの入るっていう、まあ、そういう追い込みをパワーに変えることができる人もいるんでそうやって追い込むの大事なんだけどでも中には自分をそうやって追い込みすぎてプレッシャーを与えすぎてそれによって心がダメになっちゃってうつ、まあ、になっちゃったりとか、まあ、自暴自棄になっちゃう人もいるわけなんですよね。 で、まあ僕なんかはですね。本当に僕が言うのも申し訳ないんですけど、今回の話僕なんかはそんなに受験勉強頑張ってなかった方なんですよ。まあ僕中学高校6年間柔道部やってたんだけど、まあ、普通に高校3年の夏までね。あの柔道の部活やってたし。あの？ 一応イインターハイを目指してたんでですよ個人であの、まあ、県で優勝できたらいいなって思ってて、まあ、優勝できなかったんですけど全然だったんですけれどのそれなりに練習も頑張ってたりとかしてたんしまあでも本当に頑張ってる人から見れば僕なんかもう変なチョコなんですけれど、まあ、それ以外でもね、まあ、ゲームとか遊びとかもまあやっちゃってたんですよ高校3年まで。 まあ勉強もちょこちょこはやってて一応その B 軍の中ではトップだったんですよ、まあ、うちの高校ってあの頭のいいあの上位の人たちが A 軍で,でそれよりあの下の方が B 軍なんですけど、まあ、僕 B 軍の一応トップだったんですよね。で、まあ、まあそれなりに学校の成績、まあ、B 軍のトップぐらいだったんでまあ 結果的に医科大学っていうですね、愛知県の医学部の大学に現役で入るんですけれどまあ浪人してもっといい大学目指そうっていう道もあるんだけれどまあ浪人してねまた勉強するよりかは現役で藤田医科大学に入るのがいいかなって感じでまあ結局自分はそんなに受験勉強頑張ってなくてスーッと大学入っちゃって。 わけその偉そうに今回の話あんまりできないんですけれどそのまあそんな僕なんですけれど、まあ、確かにですねそのいい大学入っった人って立派だと思うんですよそれはもうみんなが遊んでる中受験勉強頑張って必死にやってその受験戦争を勝ち抜いていい大学入ったわけなのでやっぱりいい大学入ってで医学部 そのい,い,いい大学の医学部入って医者になった人って立派だと思うんですけどただですね実際医者になっちゃうとですね出身大学とかあんま関係なくなるんですよ。うん、っていうのがですねその医者って基本的に患者さんを診察して治療して、まあ、治してあげるとかいうのが仕事なわけじゃないですか。 で患者さんにとっては出身大学とかって関係ないんですよ、まあ、中には患者さんでもねあこの先生東大出身の先生だからいい先生なんだ私はこの先生のところに行くとか言ってね、まあ、出身大学で医者を選ぶっていう患者さんもね中には一部いらっしゃるんですけどほとんどの患者さんはそんな出身大学とか見てないしあの出身大学よりももっと大事なことがあるんですよ患者さんにとっては。だって患者さんにとって でその医者がいい先生かどうかって出身大学関係なないいじゃないですか患者さんにとって大事なのは担当の先生が優しいかどうかとか自分の話を聞いてくれるかとかあとは丁寧に接してくれるかとかあと手術がうまいかとかあとまあ他の患者さんからの評判がいいかとかですね、まあ、そういうのが大事であって出身大学って患者さんにとっては 関係ないんですよね。うん。ただ、その？あの研究の分野進むとか、そのあと大学に残って教授を目指すとかだったらまあ、多少関係あるとは思うんですよ。例えば東大の教授を目指してるんだったら、やっぱり東大に入って、あの大学の中にいる方が教授になれる確率って高いと思うんですよ。だって、教授になるにはその。 教授選選いいうう挙を行うわけじゃないですかでやっぱりその大学の中で選挙するわけなので同じ大学の学抜の人たちの方があのたくさん票をくれると思うので、まあ、その大学に残って教授を目指すんだったら、まあ、東大目指すとかね明大目指すって大いに意味があると思うんですけど。 でも教授目指す人ってやっぱりごく一部だし教授目指してても結局教授になれなくて教授選で落ちて開業するとか、まあ、普通に勤務医やるとかっていう道を選ぶわけじゃないですかでちなみに別にその東大の教授になるためには絶対東大じゃないといけないというわけでもなくて、まあ、地方の国立の先生が東大の教授になるとかですねあのすごい業績があるとかだったらそういうこともなれるんで。 それも一概には言えないんですけど、まあ確かに。まあ教授目指すんだったら、その大学の方が有利っていうのはありますよね。まあ、その東大以外でも地方のいろんな大学でも学抜っていうのがあるから、まあ、東大とかまあ慶応とかに入ると、あと命大とかに入ると教授選では有利っていうのはあると思うんですけれどまあ。それはもうごく一部の人だしまあ、最近教授を目指す人もね。そんな多くないって話聞きますけどね。なので教授,教授目指すんじゃなくて。 まあ普通にね勤務医やるとか、まあ、町医者になる開業医やるとかだったらまあ出身大学ってもう本当にねほとんど関係なくなるんですよ。でましてやもう美容外科医の世界に入ったら出身大学はもう全く関係ないんですよ、うん。っていうのは美容外科の世界って超実力至上主義の世界なんですよ。で何が実力かっていうとうそれはやっぱり、 手術がうまいかとか評判がいいかとか丁寧かとか優しいかとかあとリピート率が高いかとかその紹介あの紹介率が高いかとかっていうのが大事なわけであってあの東大出身とかね京大出身とかね全く関係ないんですよ。もう実力だけの世界なんですよね、はい、ということなんですけど、うん、ただまあ 実際医者になるとですい、ね、まあ、未だにですねなんか医者の世界ではあの出身大学によってなんか上下関係つけようとしたりとか,なんかマウント取ってくる人っていうのも本当に一部いるんですよでもそういうの一部でなんかあいつは〇〇大学で俺は〇〇大学だから俺の方が上なんだみたいなんですね。まあ、マウント取ってくる人も本当ごく一部いるんですけど。 でも僕個人の意見を言わせていただくと本当に僕の経験からくるものなんだけれどなんか出身大学でマウント取ってくる医者って実力がない医者が多いんですよ。っていうのは本当に実力のある医者って出身大学とか関係なくって実力で見るんですよね。実力で、あ,ある程度その… 上か下かっていうのを見る、まあ、あんまり上かしたかばっかその基準も難しいところなんですけどまあ実力のある医者はですねやっぱあの医者の世界も実力あるじゃないですかその手術の成績があのいいとか手術が上手いとかって、まあ、やっぱり実力で見るんですよ医者の世界って。うん、で、まあ、出身大学とか関係ないんで、まあ、どっちかっていうとなんか出身大学でマウント取ってくる医者ってあの。 実力がないから逆にそ,のそれが実力がないのがコンプレックスになるんでまあ自分が相手に勝てるのは出身大学ぐらいだからっていう感じでだからそうやってマウント取ってくるんじゃないかなって僕は個人的には思うんですけれどまあなのであの受験勉強頑張っていい大学入るっていうのもねすごい大事なことだと思いますよ。それもいい経験になるし あの受験勉強で得た知識っていうのも将来役に立つことっていっぱいあるんで受験勉強頑張るのはすごい大事なんだけれどもう医者になっちゃうと医者になった時点でどの出身大学の医者も同じスタートラインに立ってそこからまたスタートになるんですよ実は。うん だって医師免許ってどこの出身大学の人が医師免許を取っても同じ医師免許で医師免許に優劣はないわけですからね。うん、なので、まあ、結局その医者としての実力を身につけるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、もちろんその医学をね 常に勉強して新しいことを学んで知識をアップデートしていって正しい知識を身につけるとかねやっぱり勉強は勉強ですごい大事ですよね。やっぱり勉強は大事なのでそれはやっぱり受験勉強頑張ってきた人の方がまあ勉強の才能があるっていう人が多いのでそれは有利だと思うんですよ。あとねその医者として大事なのはトーク力ですよね。 医者って絶対トーク力が大事なんですよ。まあ、僕もめちゃくちゃトーク力がね。あの長けてる方じゃないんですけれど、そのトーク力って勉強ができできるかできないかって関係ないんですよ。結構その生まれつきトークが上手い人と生まれつきトークが下手な人っているわけですよね。 なのでで勉強ががきればトーク,がトーク力があるっよ。でやっぱりトーク力のある医者の方が患者さんと接するときに上手に説明してあげて理解させてあげることができるし患者さんの気持ちが分かってそれを理解してあげて優しく接することとかもできるんでトーク力以外でもその優しさとか思いやりとかね、まあ、そういうのも大事で、まあ、それはもう受験勉強とはもうほぼ関係ないことですよね。あとは あの手先が器用かどうかっていうのもすごい大事なんですよ外科医になるんだったらこれ絶対大事ですよね、まあ、手術するんだったら手先が不吉祥な外科医よりかは手先が器用な医者の方が絶対手術うまくなるんですよねあの手術時間も短くなるし出血量も少なくなるので結果的に患者さんが得をするわけですよ外科医が手先が器用な方が。あとは頭の中で、まあその 作業を組み立てる能力ですよね例えばその配線が得意な人とか機械を組み立てるのがあの上手な人とかあとプラモデル作るのが上手な人っているじゃないですか,だから手先が器用かどうかとかあと頭の中で作業を組み立てる能力ってこれもですね受験勉強とあんんまり関係ないんですよ特に手先が器用かどうかってほぼ全く関係ないと思うんですよね受験勉強と。でやっっぱり手先が器用かかどううていうのも あの、やっぱり才能がある人とない人がいるわけだし。あと外科以外でも別に内科の先生だってですね。絶対手先が器用な方がいいんですよ。あの点滴を取るとかね。点滴だってね。難しい人いるんですよ。例えば新生児の赤ちゃんで血管が細いのに、どうしても点滴取らないといけない時ってあるんですけど、やっぱり手先が器用で指先が触れない人の方が絶対有利なんですよね。それ以外でも。 その ivh さしたりとか創刊したりとかですね。医者っていろんなその手作業が必要になるので、手先が器用かどうか、あのセンスがあるかどうかってすごく大事なんですね。あと、美的センスっていうのもすごく大事ですね。外科医もそうだし、特に美容外科とか形成外科を進むんだったら美的センスってすごく大事なんです。あの物を美しく作ることができるかどうかとか。 あの綺麗なものをきれいと認識することができるかどうかっていうのもすごく大事で。それって受験勉強の科目じゃなくて美術とか図工なんですよ。だけど、美術の点数がいくら良くても受験勉強には響かないんですよね。で、ちなみにあの僕、本当と自慢じゃないんですけれど、図工とか美術って常にあの学年でトップクラスだったんですよ。小学校の時も図工はずっと5だったし。 中学高校でも美術はトップレベルの点数だったんですよ。うんだから、こういう能力も必要になるので、まあ、受験だけが全てじゃないですよっていうことなんですよ。あとは人間関係の能力ですよね。やっぱり医者になったらいろんな人と付き合わないといけないんですよ。医者と患者さんとしてね。患者さんと付き合わないといけないし、あるいは医局に入れば、まあ、たくさんの上司もいれば、まあ、部下もいるし、あとは。 その病棟に行けば看護師さんもたくさんいるしあとはその検査技師の方とか医療事務の方とか OT さんとか PT さんとかいろんな医療スタッフの人と上手に付き合っていかないといけないんですよ。なので人付き合いがうまいかどうかとか人間関係をうまく築くかどうかっていうのもすごく大事でこれもね受験勉強とはね一切関係ないんですよなのでそのすごくいい大学出身の,あの先生でもその。 スタ,ッフスタッフにねそのあんまいいその扱いができなくて嫌われてていい仕事ができない人もいればそんなにいい出身大学じゃないお医者さんでもスタッフにすごい思いやりがあって患者さんからもすごく慕われてるっていうのもあるのであのその逆ももちろんありますよ。なので受験勉強だけが全てじゃないってことであとは開業するんだったらあの経営能力っていうのもすごい大事なんですよね。経営していく能力もあればその たくさんのの人を雇うことになるので看護師さんとか医者雇ったりとか医療事務の方雇ったりとかするので、まあ、そういう人たちとうまくやっていく能力とかも大事なのでこれも受験勉強とはあの関係ないわけなんですよねなので、まあ、確かにね受験勉強してねそのいい大学入るっていうのも大事なんですけれどそれだけが全てじゃないし実際医者になったらもうそこからがスタートラインでねまたスタートになるんで仮に自分がね 東大とかね、いい大学目指しててそれに合格することができなくてそれよりランクの下の大学に入ったとしても全然落ち込む必要ないんですよ。本当にこの僕が言うのも本当に説得力ないかも分かんないんですけど逆に説得力があるとも思うんですけどね。ということなので決して落ち込まないでくださいということが僕は言いたかったです。はい、いごご視聴ありがとうございました。